ワールドカップの前哨戦、日本対サモア。サモアのシバタウから幕を開けたこの試合ですが、スタートダッシュを切ったのは日本でした。前半の6分、今日代表初キャップのファカタヴァが代表初トライを挙げました。コンバージョンキックも決まって7対0となりますが、その後3点を返したサモア。このシーンでリーチマイケルがこの試合前半30分でレッドカードとなります。1人少ない中で日本戦うことを強いられたんですが、前半の37分、サモアにトライを奪われ、その後キックも決められ10対10、同点に追いつかれます。1人少ない日本は前半を10対10、同点で終えて、さあ後半どう戦っていくのかという展開になりました。この後半、サモアのスクラムハーフタウマテイネが山中のキックをチャージしてトライ。さらにその後リアリーファノがキックを成功しまして、16対17、逆転を許します。そしてこのシーン、後半のシーンです。54分に日本がスクラムでペナルティを奪い、ルージオン、ワールドカップのアイルランド戦に続く雄たけびです。そしてリ・スンシン、しっかりペナルティーゴールを決めて、今日6本中6本成功、22対17突き放しましたが、このシーンでサモアにトライを奪われ、同点。最後は10番元オーストラリア代表のリアリーファノがこのコンバージョンキックを決めて、24対22、日本1人少ない中でサモアを相手に惜敗ということになりました。借りはワールドカップで返します。増田選手です。今日途中出場でしたけれども、どんなことを意識して中に入ったんでしょうか。そうです、点差と時間を考えながらゲームにインパクトを与えるということと、14人でプレーするということで、1人少ない中でどうやってゲームにインパクトを与えるかということを考えながら入りました。司令塔のポジションとして14人での攻撃というのはどうだったんでしょうか。そうですね、長い間14人での時間が多かったので、フォワードの疲労はすごいありましたけど、ただ本当最後一歩つかめる勝利に 手の届くところまで来たっていうのはすごく良かったです。最後勝ち切りたかったなって思いはすごくあります。今日の対戦相手はワールドカップでも戦うサモアでしたけれども、率直な印象というのはいかがでしたか。自分たちがボールを持ってアタックしたり、裏にボールをキックしたりするときはすごいラグビーができてましたし、ただやっぱ相手の力強いランナーであったりパワープレーというところは本当に警戒していかないといけないなと思います。今日の経験というのはワールドカップに向けてはどんな経験にしていきたいですか。そうですね、この負けからどんどんやっぱ強くなっていきたいですし、今度はこの借りというのはワールドカップで返せる機会があるので、しっかり返したいなと思います。22対24、今試合を終えてどんな心境でしょうか。難しい試合で、14人で戦うことになりましたけど、しょうがない部分はあって、でも自分たちがやろうとしている方向性は間違ってないと思うので、しっかり続けることをやっていきたいなと思います。今日の対戦相手はワールドカップでも戦うサモアでしたけれども、サモアの印象というのはどうでしたか。やっぱり10番のリアリアファの選手を中心にゲームを組み立てているんで、やっぱ彼を自由にさせないことから僕たちのディフェンスのプレッシャーをしないといけないので、今日うまく試合を運ばれたところもあると思うんで、そこをしっかり抑えていきたいなと思います。ご自身としては今日ウィングでのプレーでしたけれども、その点についてはいかがですか。ウィングとしての役割という部分、ハイボールでの、しっかり空中で、コンタクトで勝つというところはできたと思うんで、それぞれ14番、15番、仕事は違うので、その与えられた仕事というのをしっかり、やっていけるような選手になっておきたいなと思います。今日戦ったサモアとはまたワールドカップで戦いますが、リベンジに向けて一言お願いします。そうですね、今現在の僕たちと、ワールドカップでの僕たちというのは全く違うチームになると思うんで、それが、僕の楽しみだと思います。それでは稲垣選手にお越しいただきました。サモア相手に22対24、試合を振り返っていただけますか。
まあ、負けたというのが全てですね。敗者が語ることはあまり多くないと思いますけども、こうテストマッチで負けるというのがどれだけの、ね、意味を持つかというのはみんな分かっていると思います。今日の戦いは1人少ない時間帯が多かったと思いますが、1人少ない状態で戦う難しさ、どんなところがありましたか？まあ、スペースはできるんですけども、こう一人一人が仕事量を 10% ずつ上げれば我々はカバーできると思ってたんですけども、最終的に勝敗を分けたのは自分たちのミス、まあそういった部分でこうね、相手にこう点数を重ねられてしまい、自分たちのミスでどんどんこう首を絞めてしまった、そして負けてしまった、それが全てだと思います。戦って感じたサモアの強さというのはあったでしょうか？フィジカルの強さというのはやっぱり感じましたね。ただ我々がやるべきことっていうのができない時間帯も多かったので、全ては我々のね、まあ、なんていうんですか、こう、まあ、精度の悪さ、まあ、そういった部分が多く出てしまった、それが敗因だったと思います。敗戦を受けて次はトンガ戦が控えています。トンガ戦に向けて一言お願いいたします。まあ、反省点というのは多くないと思うので、シンプルなことをしっかり突き詰めて次につなげてやっていきたいと思います。しっかり今日の負けを全員が受け入れて、また明日から準備していきたいと思います。